ね、最近になって HTML、CSS の基本を学び、現在は仕事のために VBA の学習に取り組んでいる30歳男性の経理職です。VBA は長年アップデートされていない言語である日突然使えなくなる可能性ありますよね。気が早いですが次に学ぶべきおす,すめの言語があるかもしれません。でマイクロソフトが生きている限り全然大丈夫だと思います。マイクロソフトの確かいつだったかな。8だか7だかで、その、 2000年代に発売されたエロゲーをやるためだけのコードが OS に直で書かれてるっていうのがあったらしいんですよね。昔の Windows 上で動くソフトは新しい Windows でも必ず動けるようにしなければならないっていうマイクロソフトの哲学があって昔のソフトは動きませんっていうのってまあ例えば PS3 のゲームが PS4 で動かないのは当たり前じゃないですか。 PS4 のゲーム外見は PS5 でほぼ全部動くと思うんですけど、なので昔互換性を捨てるは当たり前だったんですよ。で、Mac とかももう互換性捨てるのは当たり前だったんですけど、Microsoft はその互換性を最後まで維持しようと努力し続けたんですよ。もう最近はさすがにそういうエロ系コードなくなったかもしれないですけど、っていうのがあるので、あの VBA のその互換性を持ち続けて一生懸命頑張れば多分最後までやると思うんですよね。 なので、全然パ、あの VBA は残るんじゃないかなと思いますけど。マイクロソフトってその業務で使ってるビジネスユーザーがメインターゲットなので、昔ながらこのソフトを使っているよっていう会社にはずっとそれを使い続けるような環境を提供するということで信頼されてるので、会社で使ってるようなソフトがいきなり使えなくなるっていうのは、マイクロソフトはあんまりやらないんじゃないかなと思います。